の成果と課題と、まあ、次につなげる解決策という流れでちょっと話し合っていこうかなと思います。でまずちょっとそもそもの戦略的フォーカスをもう一回見てもらいたいんだけど、12月31日までに、まあ、ここ通り帳に置き換えて通り帳の粗利合計1200万を達成することにより喜び、楽しみ、笑いを体感できるお店になり、全員のありがとうが、溢れるお店になるという、目標、目的のもと、まあ、この前のイベント2日間事前準備からその後にかけてやってきましたと。で、まずは、まあ、直感で、次の質問が前回の会議のゴールイメージ、みんなが出してもらったの覚えてるかな。自分が出したゴールイメージ、この戦略的フォーカスが自分の言葉にも書かれた時もこういう状態っていうの、12月末の時点でのゴールだけど、尾形だったらスタッフが笑顔で活気があり、お客様へのアクションをみんなやりきったと言える状態、川島さんがアイテムという枠でなく通り待ちスタッフみんなが笑顔で喜び合い楽しみ合っている、で、三角がピカピカな接客クレニレスが出来上がっています。で、小原さんがみんなが笑顔ですごく活気がある状態、中井が全力で取り組んだイベント売り場サービスでスタッフ全員笑顔でお客様からありがとう、1日1人20回言っていただいて、松永が毎日がサービスでブレイクスルーデイのようなお客様が多く活気のある店っていうみんなが描いたゴールイメージがあります。で、まあそこのゴールイメージを自分なりにもう一回浮かべてもらって、ではまあこの前の、イベントを通じて、自分が思うに点数にすると直感で100点満点中何点だったでしょう。どうぞ。はい、じゃあ、ゴハさんから、赤いってちょっと平均出して。足で。うん。60点。はい、三つ目。60点。あさり。70点。70点。赤いって。50点。50点。どうだ60点。カシコさん。50点。はい、カホル。58点。58点。まあ、みんなが思うに直感で、ゴールに対して全体で言うと、まあ、58点でしたよと。そもそも方針発表会の時に、まあ、ちょっと松永は参加できなかったけど、ここに対して今どんぐらいだろうかって点数を出したよね、あの時に。あの時何点だったと思いますか。20点だね。まあ状態の目的としては同じとして、それは上がったと見ていいか、自分たちなりには。その時みんなは20点であった現状、それに対してまあ合格点には及んでないかもしれないけれども、まあ、58点っていう結果であるというみんなの重みっていう点数なのか。はい、じゃあ具体的に、じゃあ今回のファンサービスイベントで、まあ、事前の準備がありましたと、方針発表会後、まあ、みんなでこういうことしようと決めて、当日に向けてっていう流れと、あとまあ2日間の当日があって、で今日に至るその後の中で、あなたが得られた成果っていうのは何でしょう。まあ、これが個人の単位でもチームの単位でもどちらでもいいので、あなたが思う得られた成果っていうのを、じゃあこれも
3分でお願いします。